ようございます。今日は、はるばる淡路島の方にやってきました。今村優香です。今日は今村の持ち込み企画ということで、最近ハマっているサウナをしに来ました。一人でやるのも寂しいので、スペシャルゲストさんを呼んで楽しみたいと思います。どうぞ。イエーイはい、いつも仲良しな豊真奈です。優香さんの持ち込み企画なんですけど、私が優香さんにお願いして、優香さんのお願いはみんな通るのでこういうことになりました。絶対楽しい回にするんで、目指せ10万回見てください。せーの、よろしくお願いします。私は髪の毛命っていうから、ね、これさ、あの真ん中でマーク合ってる、わからない。あー、熱い、いい感じ。温度は80度ぐらいですかね。目指せ90度。中はが仲良くなったきっかけは、私が内定の時のバスが隣だったの。確かに最初だよ、うん、でもなんか全然喋んなかったよね。うん、喋んなかったけど、で私みゆさん、私まだ、あ、うん、そうそう、私みゆさんとばっか喋ってた記憶あるもん。うん、うん、知り合いだったんだっけ、みゆさんと、ね、全日本で、あ、そっかそっか。でゆかさんは多分先輩っ子ですよね。そうそうそう、うん、だから私はなんかもう声もかけてくれないし、なんか存在合ってなかったよね。そう、ツンツンしてて、なんかそれが悔しくてめちゃくちゃ話しかけてたイメージがある、うんうんうん、そしたらいつの間にか立場逆転して、今は優香さんの方が私のこと好きですね、うん、お互いの好きなところは、だって好きなところ、うん、テンション高いところイエーイイエーイ。なんかツンツンしてそうに見えて、本当は優しいこれ言ったらいつも照れるからな。優香さんの可愛いところは、なんかそういうインタビューとかで、え、これでいいかなって一回一回 LINE してくるこれどうとか、インスタとかもこれいいかなとか、可愛いと思う。それはさ、マナがさ、うん、めっちゃあれじゃん、コーディネートするから皆さんここで1個、私だいたい優香さん の, あの私服撮ってるの、私か、あの前伝送に行った早坂小勢さんとかが多いね、うん、カメラマン男を匂わせつつの、うん、全然女子みたいな。あ、でももうだって90度いくよ。よっしゃ、こんな感じです。90度。私への第一印象はツンツンしてて、人を自分のテリトリーに入れたくないみたいな、あ、寄せ付けない、寄せ付けない感じが、うんうん、なんかあのすごかったから、私そういう人に対しては入り込みたいから、うんうん、多分こんなここまで行ったんだと思う。そうだね。で、ツンツンしてるけど、こう知れば知るほど、え、そっちの方がね、いいと思う。マジマジ、なんか優しさが見えるじゃん、最初に好印象与えちゃうとねそれ狙ってるみたいな感じだけど、でもなんだっけ、私の勘違いされやすいよね、うん、うん、それ中学生ぐらいからずっと、小学生じゃない、違う違う、え、ちょっと待って、ま、すごくないですか、水溜まってる、やば、やば、熱いよね、熱い。ゆかさん、そこにいるね。じゃあ次は、あ、低い人でも大丈夫ですかと、唐突すぎんだろじゃあ私から答えるね、その質問に、うん、
なんだって、なんだってとか。自分より背の低い人は、富山の身長は164、うん、だから私は大きい人がいいな。そうね、うん、求める条件は、なんだろう、あ、清潔感はマジで大事、うんうんうん、清潔感あってほしいと。じゃあ5分ぐらいしたら変わろう。5分、清潔感あってほしいのと、なんだろうな、変なことしても怒んない人、短気な人は嫌だな。短気な人ね。私なんだろう、求めるものだよね、うん、と自分より身長が、あ、高くか、うん、高くあったら嬉しいけど、何センチだっけ。75、うん、持って6。朝は6ってこと。わかんない。なんだろうね、相手が気に してない人なら、うんうん、別にさほど同じぐらいとか若干低くても気にしないかな。まあでも175だったらそうなるかも。器がでかい人がいい。ジャリジャリ言ってる。砂食べてる。お腹空いちゃった。あ、あとなんかもう一個だよ。あ、年下もありですかって。結局人によるよね。でもなんかもう年齢が自分が上がってきたからさ、うん、年下無理ですなんて言って。なんつったろ、ね、なんか年下には年下の良さがあり、年上には年上の良さがあり、うん、って感じ。同級生はどうですか。同級生、私同級生が今まで一番良かった。ほら、経験が豊富で。じゃあそういう意味じゃない。あ、同級生がいいなと思ってたけど、なんでなんか一番気使わなくていいのかなって思って。そこはどういうところに対して。物決めるとか、私がその私さ、先輩、あのその女同士でも先輩ってやっぱ気使うじゃん。うんうんうん、そうだね。で後輩は逆に守ってあげたいとか、こっちが何かしてあげないとって思うじゃん。うん、だからその男性になってもそういう感じになっちゃうのかなって思ってたから、うん、なんか同級生が一番気楽なのかなって思ってたけど、今はなんかあの守られたいのくるやつよ。ってことは年上の方が今は、年上がね、今はちょっと求めいいな。ではお求めに、お求めに、お求めになっておりますか。すっごいびちょびちょになんね。うん、私さまで乾く。最高。じゃあ優香さんの整うとは。怒られた。でもさ、自分がバレーボールやっててここまで来ると思った。思ってないよ。てかこの年齢までやってることがマジ。そうだよね、23歳で結婚するとか思ってたもん。いや普通になんかみんなびっくりしてると思う、私の周りの人は。あ、あったかくなってきたよ。ゆうかさんはな、うわっ、コンビニもあれだったもんね、一人で行けないぐらい対人恐怖症というか恐怖症だったもんね。本当、やっと人間になったよ。あ、すごい熱くなってきた。うなじの自慢しないとじゃん、みんなに褒められるもんね。そう、なんかやっぱ面白い人って強いなって思う。わかる。おろろろろろ。うわー、ほほほ、やられてるやられてる。じゃあ引退したら何するの。何するの、うん、夢は大きく、はい、えなちゃんみたいな人になりた。えなちゃんとは、あのブランド立ち上げてる。あ、ブランド立ち上げるんですか。何のブランドですか。化粧水。化粧水。スキンケアとか期待してるわ。ありがとう。そしたら私もそれを使わせていただくわ、うん、あの美白ちゃんとするようにするから。分かった。ゆかさんは、ええー、すっごい熱いじゃん。私は私のまま生きる。笑っちゃってるよ。私の人生を、ゆうかさんは何してもゆうかさんのままだから。その職業ってか、じゃあ何やりたいの。自由業。そう言ってたもんね。なんだっけスーパーニート。カリスマニート。あ、カリスマニート。自由人をしたい。かといって別にやりたいことがあるわけじゃないから、うん、一旦
暇つぶす。なんかすごい想像つく。一生暇しとこうかなみたいな。遊んでね。遊ぼう。多分もうあれだもんね。引退したらもう全然会わなくなるじゃん。いや多分私たちは会うよ。旅行してそう。うん、でもさ会わなくなるじゃん。あ、今に比べたらね。1日半休みでさ、その間さ会わない予定だったりするじゃん、うん、オフが、うん、その次の日めっちゃ話すじゃん、うん、お互いたまりたまったものすごいよね。1ヶ月とかさ会わなくなって久々にさ、うん、会うってなったらさ、もうさどこから話していいか分かんなくなってさ、うん、なんか話せなそうね、うん、逆に、うんうん、私それ最初ミクそうだったもん。あ、マジ、うん、そうだったわ。なんかどうなっていくんだ。でしかもさ、お互いがさ、もしさその相手ができたりとかさ、結婚したとか絶対会わなくなるやん、うん、で片方がそのままだったらさ、うん、もう話のあれも変わってくるからさ、うん、まあ、どっちが先なんだろうバイバイとかされどっちが先だろうね。はい、ということでサウナどうでしたか。うわすっごい楽しくて、もう疲労が全部どっか行きました、ね、どうでした。いや、この時期のこの気温最高だと思うので、うん、皆さんもぜひテントサウナで整ってみてはいかがでしょうか。いろいろいろんな話もしたしね、うん、使われてるかわからないですけど、うん、すごい充実した3時間でしたね、うん、どう、再生回数いきそう、うん、10万回本当に本当にお願いします。一人何回見てもいいもんね。うん、一人何回見てもいい。全タブレットでとても最高な一日でした。はい、ぜひ皆さんも、そして V リーグの方の応援もよろしくお願いします。お願いします。またね。マジでマジでいいですよ、本当に来てね、ぜひ。バイバイ。